ございます。みんな大好きお菓子作り動画、今回はチーズケーキ編お菓子動画です。めんどくさい、めんどくさがりな人のためのチーズケーキ動画を出してますね。チーズケーキ作り動画倍速です。結構ビスケットを砕いて溶かしたバターと一緒にこう混ぜ混ぜしてする人がたくさんいるんですけど、めんどくさいじゃん。暇が空いたところにはそのままでいいじゃん。こう砕く、いいじゃん。そのままでうんさい、細かく砕いて引き詰めてるようじゃないの、ようじゃないのって思うわけですよ、ね、玉砕。めんどくさいんです。土台がこんな感じです。これでいいかな。次、クリームチーズ200クリームチーズグラム。これは常温に戻して柔らかくしてください。一本まるまる使います。余ったやつも丁寧丁寧に全部取りましょうね。もったいないんで。これをホイッパーで慣れします。砂糖を加えます。砂糖も適当に入れてますよこれ、ね、砂糖を加えて、はかりはねえのかよってね。砂糖 70g ぐらい、適当すぎるだろうが。適当でいいんだよ、適当で。だがそれがいい。卵1個入れます。そのまま入れるよりかは一回溶いた方が、卵はめんどくさかったらね、混ざりやすいよ。もうそのまま入れたらいいんだよ。伝えています。混ざりにくいだけだよ。いい音。めんどくさい人は割らなくていいんだよ。お菓子なんて結構よく混ぜます。簡単にできるんだよ。まあ混ぜるだけなんで、そんな難しいことはないっす。小麦粉を入れます。 20g ということは大さじ1杯とちょっと。小麦粉だって振るのがめんどくさかったら振るわなくていいんだよ。適当でいいんだよ。お菓子なんて粉がダマになるだけだしそんだけだし、よく混ぜます。そうじゃないか。そうじゃないです。生クリームを入れます。生クリームだってめんどくさかったら一気に全部入れたらいいんだよ。ちょっと混ざりにくいだけだよ。飛び散りやすいだけだよ。最後までしっかり入れます。めんどくさかったら一気に入れたらいいんだよ。レモン汁、レモン汁だって少々だから入れます。そのまま入れたらいいんだよ。完成です。測れば終わり。ここまでもう10分あったらできる。10分でできる。混ぜるだけでもう完成だなんて。焼くのは170度のオーブンで40分焼きます。完成まで。もうしばらくお待ちください。作った生地は全部入れましょうね。丁寧丁寧に生地を流し込みましょう。もったいないです。もったいないよ。もったいないんで。なんで指が出したの。はい、完成です。完成です。焼き上がりは結構ふっくらしてますね。完成です。こんな感じです。常温で冷まして、冷蔵庫でさらに冷やして、中までしっかり冷やす方がしっとりしてて美味しいです。食べたら美味しい。デコレーションは適当に。ホイップクリームもね、市販のもん買ってきたらいいんだよ。冷凍のフルーツも売ってるよ。あるよ。あれ、おしまい。